珍しく翼が生えたルフィでウィンクしているっていうね。であれもなんかハーフっていうのをこう暗示しているんじゃないかみたいなね。よくわかんないというか、説明ができてないのが、やっぱり D の一族なんですよね。D の一族っていうのが、この巨大な王国において、何なのかっていうね。魚人は一族、ね、巨人も一族っていうのがわかるんですけど、D の一族って、いわゆる特殊な種族として、特殊な種族の一種族としてカウントすればいいのか、あるいはそれこそその月の民と青色の星のハーフとか、そういうことで説明するのか、みたいなね、ところなんですけど、どうなのかっていうね。空島のコミックスのね、珍しく翼が生えたルフィでウインクしているっていうね。で、あれもなんかハーフっていうのを、こう暗示しているんじゃないかみたいなね。月の半分で半月半月っていうのでハーフみたいなね。これはまあ王道の考察ですけど、それがこの空白の100年でどう関わっていくの、その歴史の中にいつ最初の一人の D の一族が誕生したのかみたいなね。ラテン語で月を意味するルナ、そこにアーリア人を組み合わせた民族こそルナーリア族である。前回出したこの結論は、長きにわたり考察界最大の謎の一つとされている月の壁画の謎を紐解く重要な武器となります。エネルのスペース大作戦、つまりはワンピースの扉絵連載にてその存在が明かされた月の壁画。考察界では常識ですが、ワンピースにおける扉絵連載シリーズはこれまで全て本編に沿って進行しているという事実があります。だからこそこの月の壁画の物語も単なるアナザーストーリーではなく、この先のワンピース本編で必ずピックアップされることになるはずです。この大前提を加味してこちらをご覧ください。壁画に学ぶ、太古に生きた翼を持った月の人、月の都市、その名もビルカ、資源不足で青色の星へ飛ぶ。さあ、ここで注目したいのが月の民が持っている翼です。羽の生え方としては2パターン、上向きの翼と下向きの翼ですね。まずは上向きの翼。この上向きの翼を持つ月の民はさらに2種類に分けることができ、獣のような被り物を身につけたもの、特徴的な触覚を頭につけたものの2種類です。そしてこれはお気づきの通り、シャンディアの酋長、スカイピアの住人の特徴と完全に一致しております。続いて下向きの翼。この下向きの翼は当然今回の考察の主役の一人でもあるキングの翼にそっくりではあるんですが、一旦そこは置いときまして、物語上最初に確認できた時のことを思い出しておきましょう。はい、こちらゴッドエネルに仕える神官たちですよね。彼らの出身地がエネルの故郷でもある空島ビルカということを考えますと、この時点で想像できる物語があります。かつて月の古代都市ビルカにいた3つの種族は、壁画に描かれている通り同じタイミングで青色の星に降り立った。しかし3つの種族が同じ場所で生活を始めたわけではなく、空島スカイピア、空島ビルカ、そして当時は星海に存在していたシャンドラ、この3つの地を拠点にそれぞれが暮らし始めた。こう考えると辻褄が合う部分は非常に多いのではないでしょうか。さらにこの物語を裏付ける根拠としまして、スカイピア、ビルカ、シャンドラという3つの古代都市は皆他国からの干渉を受けにくいという点が挙げられますよね。スカイピア、ビルカは共にその地にたどり着くことすら困難な空島、そして当時は星海に存在していた黄金都市シャンドラも、よそ者は排除するのみという風習が残る国です。だからこそ彼らは当時の文化形式を色濃く残したまま現在のワンピースに存在することができていると。しかしこう考えていくと、この流れに該当しない人物たちが浮かび上がってきますよね。ウルージ、ヒテツ、そしてキングなどです。続いての段階に進んでまいりましょう。スカイピア、ビルカ、そしてシャンドラ出身者以外にも同類の翼を持ったキャラが存在しているのはなぜなのか、この謎を解き明かすために具体的なケースを3つ考えてみました。ケース1、月の民しかいない村の場合。村の中に月の民しか存在しない場合、当然ですが月の民同士で結婚出産するため、その村で生まれてくる子供は永遠に月の民だけということになります。村全体が完全な純潔のままでいられるのはこうした場合ですよね。ス
カイピア出身の住人たち、そしてビルカ出身の神官たち、彼らの文化形式や身体的特徴が色濃く残っているのは、国全体が月の民だけで構成されており、かつ外界からの干渉を受けないからこそ、何百年経とうとも種族の血が焦ることはなかった、そう考えられるわけです。ただここで皆さんに考えていただきたいのが、青色の星に降り立った月の民はこれまでの数百年間誰一人として外界に興味を持たなかったのかという視点です。どこの世界にもはみ出し者は存在します。月の民の中にも当然異分子はいたはずですよね。外の世界を見たい、窮屈だ、自由に生きたい、数百年という長い歴史の中で種族の掟に縛られることなく旅立った月の民はこれまでに多く存在したのではないでしょうか。となると次のようなケースも考えられますよね。ケース2、月の民と人間が混ざり合った村の場合、空島ビルカから、あるいは空島スカイピアから自由を求めて旅立った月の民は人間が住まう村に紛れ込んでいくケースもあったのではないでしょうか。こうなると可能性は無限大です。月の民同士による結婚、人間同士による結婚、そして2種族間の結婚、これがごちゃ混ぜになっていくことによって、あらゆる血脈の混じり合いが考えられるようになります。それが何を意味するかというと、この異種交配は月の民の身体的特徴に様々な変化をもたらしたのではという点です。月の民と巨人から生まれる子供は翼を持った巨人族、月の民と手長族から生まれる子供は翼を持った手長族、そう考えていくと、今回の主役でもあるキングの黒い翼に褐色の肌、6メーター以上の長身という特徴も、異種交配を繰り返す歴史の中のどこかで誕生したのではと説明がつけられるわけです。もちろん別の可能性としまして、月の壁画には描かれていない黒い翼を持った月の民が実は存在していて、それが神の国を建国したルナーリア族の本元である、そんな可能性も残っていると思いますが、いずれにせよ数百年という歴史の中で 100% 純血のルナーリア族は滅んでしまった可能性が高いと言えるのではないでしょうか。そしてこのまま月の民の血が薄まっていくと最終的にはどうなるか、最後のケースはこちらです。ケース3、純血の月の民が限りなく少なくなった村の場合、こうなってくると歴史のどこかでいずれ決定的な子供が生まれてくるのは必然ではないでしょうか。そうです、翼を持たない月の民です。巨人にもハグアールディサウロっていう D の一族がいたんで、それもそういう歴史の中で生まれていった、まあ、その月の民と青色の星の根血っていう、その血を受け継いでどこかで巨人の子供が生まれたとか、巨人と結婚して生まれた子供がいたみたいな、だからいろんな種族の D の一族がいるみたいなところなんでしょうか。こんにちは、旅をしてるクソガキです。小田先生の言葉で冒険の大義語は母というのがあると思います。僕は冒険イコール旅、母イコール愛だと解釈しています。旅は新しい情報を得るワクワク感、愛は知ってる情報という安心感、そしてワンピースはラフテルにその旅と愛の極みがあるんじゃないかなと考えています。旅の極みは知らないことを知ろうとするということ、つまり死だと考え、ラフテルには死後の世界がわかる何かがあると思います。もしそうだったら愛の極みは何だと思いますか。マジもう哲学じゃんもう哲学ですよこれは。何なんすか。いやでもかなり考える価値のあるところですね。ワクワクとか冒険とか旅っていうのは、とにかく知らないところに行くとか、知らないことをする、知らない情報を得るっていうのが旅の極み。無駄を削ぎ落としていって最後に残るのは、その知らないことを知ろうとすることっていうのがルフィが求めるワクワクなんじゃないか、彼が求めるワクワクなんじゃないかっていうところでしょ。それを突き詰めていくと、もう死んだらどうなるかっていう、そこに行っちゃう可能性があるってことだよね。知らないことだから、生きてたら経験できることをブワーってやっていって、その赤月に最終的に死んだらどうなるかっていう興味にたどり着くっていう。でワンピースっていうのは死後の世界っていうエリアっていうのか、そういうところがあるっていうのは匂わされてますんで、ラフテルはそことつながりがある可能性があるっていう。でまあそこまでわかるんですけど、愛の極みって逆に何だと思いますかって、こんなんもうめちゃめちゃむずいです知ってるという安心感、過去とかになるのかな、その概念でしょ。旅を突き詰めていったら死がある、愛を突き詰めていったら何があるかって答えられる人いんのこれ。でも愛イコール過去とか、ちょっとなんかあれだよな、答えとしてはなんか嫌な答えだよね。ちょっと勉強させていただきますよこれ。俺生、愛が生なのか、生命が誕生する、好奇心とかを突き詰めていくと死があって、愛を突き詰めていくと生があるってことか。でもそれは法則としては気持ちいいところですね意味は分かってないけど俺他者への理解、
生命誕生、哲学ガチ考察案件。いやでも小田先生とかもこの辺さ絶対考えてるはずだし、生とか死とかその後とか、それがワンピースに採用されるか否かで、まあ、この人は旅をしているからこそなんとなく小田先生のこの言葉、冒険の大義語は母っていうのがスッと入ってきたっていう、なんかそんな感じなんでしょうね。